こんな夜中にどなたが？時間にどちらへ？あいつらを止めちゃいけないよ。え？あいつらのことはそっとしといてやっておくれ。あいつらはやっとのことで償いを終えたんだからね。私たちにできるのはあいつらの次の人生が幸福であることを祈ってやることだけさ。あ、もしかしてこれが有名な夜逃げっていう行為かしら。なんだい？あなた、他のポリニーさんと雰囲気が違いますよね。もしかして、私がペンダントをなくして苦しんでいた時に薬を…さあ、何のことだい？でも、他のポリニーさんと言葉遣いが全然違いますよ。何のことっすか？俺、みんなと一緒っすよ。わかりました。何か事情がおありなんですね。じゃあ、これは私の独り言です。ありがとうございました。フロンさんが来てから殿下はちょっと変わったみたいっすね。え、そう思います？思いますっす。よかった。私って思い込みが激しいとか都合のいい解釈をするってよく言われるので自信がなかったんです。でもあなたもそう思うなら思い込みじゃないですよね。うん、間違いなくラハールさんは愛に目覚め始めています。やっぱり愛って素晴らしいですね。そうね。第8話、リインカーネーション。なんだと？だから、プリニーが何匹か消えたんですよ。なぜだ？そんなの知りませんよ。殿下の待遇が悪いから逃げ出したんじゃないんですか？確かに20時間労働で休日なしは少々きつかったか。そんな重労働させるから夜逃げされるんですよ。夜逃げ？お前何か知ってるのか？あ、いえ知りませんよ。何も。殿下。ん？なんだ？そんな
なに心配しなくても、あいつらなら大丈夫。俺様は心配などしておらん。だが家来に逃げられたとあっては魔王のメンツに関わる。だから消えたプリニーどもを探してやることにするのだ。仕方なくな。ひどいですラハールさん、そんな言い方しなくても。まあまあフロンちゃん、あれは殿下の照れ隠しなんだから。そうなんですか？多分